はい、始まりました。書道作チャンネルの時間です。今日はですね、まあバイク屋として頑張ってきたし、ちょっと休暇でも取ろうかなと思って、遠い友達に会いに行こうかなと思います。で、まあやっぱり休みとは言っても何もなしに行っちゃやっぱり YouTube やっててそれどうなんみたいな話になってくるんで、一応まあ日置号を積んでいって向こうの友達と一緒に走って、なんかまあこう思い出でも作れたらなと思っております。思い出作るんですね。思い出作るですね。やっぱりね、やっぱり YouTuber だし、まあ友達でもあるけんさ、まあまあまあ友達ですね。でもあるんで、まあ、向こうでちょっと走れたらなと。天気は悪いんだけどね、すこぶる。どこ行くかは言わないですね。どこ行くか、東北の方、福島県の方行こうと思います。もうわかるっすね、じゃあじゃあもうわかるっすね。福島県の友達に会って、あわいで、さらに帰りに、あの名古屋の友達にも会えたらなと思っております。おお、懐かしいっすね、なんか、どうし会おうかなって感じですね。で、まあいろんなスケジュールの兼ね合い上、もうこの日しかなくて向かうんだけど、土日、土曜日はなんか晴れになってたね。まあで、日曜はほぼ雨なんで 100%。 あーはーはー。土曜日について、土曜日ちょっと思い出作ってバーベキューとかしてから、うん、で日曜日に、まあ、福島行ったらもう一個友達がおるけさ、そこにも寄ろうかなと思って、うん、そこは言えないんですか。そこはあのコーヒーショップやったよね、海猫商店ってで、そう、友達だけそこにも行きたいんだけど、うん、雨ないよね。で、車で行くことになるかなって感じに。ああ、でもバイクでは行かんけど、はい、まあ車では行くのは確定？確定ですね。あとまあその福島友達も連れて一緒に行けたらなみたいな。日曜日？そう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 。まあバイクじゃないけどか。バイクじゃないけど車で行けたらなと思っております。でまあ向こうにもまあそのね、家庭があって。まあね。その土日を奪うことはね、うん、どうかなと思うんで、まあ分かりませんけども、日曜日一応峰子さんの方に行こうかなと思います。で、こっちの方に、広島の帰りながら、うん、名古屋も突撃していこうかなと思ってます。じゃあ早速ね、準備していきましょう。準備そんなないっすよね。乗せるだけっすよね。まあ、この七神運転中の広きっ号を、これだけ向こうでも飛ばしちゃいかんってことですよね。ダメダメダメ、当たり前じゃん。うわやだ面白くない。楽しくない。タイヤの空気、まあ、スタンドで入れようか。いや入れれるなら絶対今の方がいいっすよね。スタンドで入れてこっか。いやいや今入れて、向こうだってガソリン、だってガソリン空じゃん。いやいや入れたっす。あ、入れたん。うん、 3.5 ぐらい入ってるっす。まあ向こうついてから入れようか。いや絶対今がいいってやっとるでしょう。入れてもらおうか。工場長にお願いしよう。じゃあやっぱあれっすね、オイル後ろのトップっすよね、うん、チェーンオイル、チェーンオイル、チェーンガードつけるしかないんじゃない。でもチェーンガードつけても結果飛ばんよ。飛ぶけど、まあこんな前回みたいに汚れんってことっすよね。そうそう、服が汚れん。てかこれあとあれだわ、キャップがないわ、空気。あ、やばいな、それこれからもらっていいですか、上田さんの。ついてあるの取ってみます。これもういいっすよね、うん、まあ言っとくけど、まあ知り合いの方なんで後日また連絡はします。よいしょ、ゲット。
種類が違うってあれやな。種類はだ全部一緒。いや前とほらこっち直せようかな。あ、そういうこと。 N2 って書いてあるN2 って書いてあるN2 って書いてあるガスオンリーって。窒素や窒素。あ、N2 って窒素なんすか。そうそうそう。全然入ってなかったっすか。いや、そんなに減ってもなかった。なんで。思い過ごしだったね。これ変えたんすよ、自分で。何を。向き。向きかな、それ振動でずれるって。え、毎回俺がずらしてるわけじゃないんだよね。あ、そうなんすか。そうだよ、あれ振動でずれるんよ。俺毎回ずらしとるんかと思ったっす。え、大丈夫、向き、うん、ずらすだけない。なんでいつもそんな嫌がらせするんかなって思いながら。あ、振動でずれていくんすか。そうそう、ずれていける。で、あれ中の削ってるじゃないですか、ちょっと、うん、あれで止まるってことですか、なんか使って。なんか止まるとこがあるけど、多分ぶつけるときは割れたんだけど、もう。え、自分のせいっすよね、事故ったときそう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 俺のせいじゃん。あ、そういうこと。このステッチに赤入れたらかっこいいかもね。いやちょっとやりすぎ。やりすぎじゃないですか。ハイエース、いいっすね、ハイエース。入るね、余裕やね。キャップちょっと、ちょっとこれ持って。どう持ってばいいっすか。これ多分ね、タイヤ細いけはまりきらんけんね、ちょっと。あ、そういうこと。そう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 、値段借りようか。一旦広っ、余裕だもん全然。頭やっぱハイラックスと全然違うね。でもハイラックス天井ないけん普通に立てるっすよ。はい、ハイラックスは天井ないんで。あ、じゃろ。だけどポテンシャル自体はハイラックスの方が高いね。いやでもなんかすげえ、やっぱ広いわ。広い、広くていいよね。うん、正義や。だって余裕だもん、まだこっち全然余裕じゃん。よし、あ、ありがとうございます。ちょっと待ってよ、暑いね。でも暑いね、やっぱ。やっぱあれだ、ハイラックスのポテンシャル高いわ。詰まっとったよ。詰まってる。席離れるんですね。離れる。運転手と。離れるよ。一時期ずっと乗っとったじゃないですか。借り取った時。うん。あん時快適だったもの。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、もらいましたよ。あ、ありがとうございます。すみません。あ、お前一つの紹介やないんじゃがね。うん。え？うん。あ、奥さん結婚したのは聞いてないよ。あ、すみません。言ってないんですか。ボスに言ってなかったわ。うわ、そうだね。OKOKOK 走ってたもん。これはどれと、うん、ちょっと僕のじゃないけど。めっちゃいい。楽っすか、やっぱ、うん、積み込み。あの真ん中ガシンと止めるやつ欲しくなるわ。あー、リッキーさんもガシンっすもんね。やっぱあれが楽だわ。俺のやつさ、このハイラックスさ、あの前まっすぐ積んだら全く入らんけんなるけどさ、斜めに積むよね。だけあれあんま使ってないんだけど、やっぱあるといいよね。ドンってしまいました。斜めにしても閉まらん時あるじゃないですか。うん、閉まる時ある。斜めもだってだいぶ斜めにせにゃいだけどね。うん、うわー、ハイエスいいなって感じですね。じゃあこれちょっと、これも入れないかん。これも入れて、これもだって入れても余裕だもんね。
これをやっぱ2個あったらしんどいっすよね。だけ1個でやるんすか。そうそうそう、は俺はね。うん、でも2個あったから楽よ絶対。まあそれはね、うん、人間分もねちゃんと、うん、上がるけどね、楽だけどね。やば、ハイエースは福島か。じゃあ時間帯は昼頃っすよね、多分。昼頃になるかなって感じですね。その土曜日あまり飲みすぎて起きれん場合以外は。それでも行けるし、別に昼には。いや、遠いんよ。その人の家から、いわき市までが1時間半ぐらいかかる。1時間じゃん。で、その人の町から、その人の町にはホテルがないけん。うん。ちょっと隣町に行かないけん。あ、そうなの。そうそうそう、ないんよ。あ、そうなん、うん、なホテル、大丈夫撮ってないっすけど、まだ。まあ、なんとかなるでしょ。まあ、最悪ハイエースか。まあ、酒井君はね。ちょっと。え、後ろは引っ張んないですか、じゃあ。え、引っ張るよ。福島初めてっすからね、俺は。てか東京から奥行くの初めてです。あ、そうな、うん、あんま行くことないっすよね。まあね、細いな、細いね。しっかりね、まっすぐ前に沈めれば、もう5回のほぼ。なんかこれだけでもうなんかいけそうな気するもん、うん、いける、多分いける、余裕でいけるもん。あとは横に振らんようにだけしとけばいいでしょう。いやーすごい。こっちのやつ使おうか。この辺の傷を消したんすよね。でもこの前の九州の時にここがね、やっちゃったんすよね。あとやっぱ悩みだね、ハイラックスの。あのタイダウンが色あせる。やっぱ色がね。外放置。外放置やっぱダメだね。色あせるわ。いや、ハイラックスは単純に休憩で寝たいってなった時に足伸ばせんのがしんどいわ。伸ばせるじゃん、足は。二人の時とか。二人の時は無理だけど。膝曲げて。あれが一番しんどい。背中も倒せんし。いや、休めれんけんね。うん。そう、休めれん。ハイラックスは常になんか気張ってるような。姿勢も含めて緊張の連続よ。あとリジットなんで、このなんかハイラックス。あ、うちのやつ、うん、ガシャン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 。高速とかで跳ね、飛ぶもんね、しっかり。しっかり飛ぶね。あー、速いスにならんかな、あの車。ならんよ、まだ。よいしょ。これステイのさ、うん、ワッシャー外しとるじゃないですか、もともとついとったの。え、ここワッシャー、 あの嫌がらせですか。いや、ついてなかったです元から。いやいや、ついとったっすよ絶対。だって見えてなかったっすもん、この剥がれ塗装の。そう、じゃあ帰ってきてからちょっと調整、要調整で。あれ、糸があって取ったとかじゃないですね。うん、要調整で。ついとっても別に問題ないですよね。うん、まあ、ついてなくても全然問題ないけどね。しゃあ、じゃあこれでちょっと、うわー、すっごい入れたね。4泊よね。4泊キャリーバッグ準備していく。 OK、 よっしゃ。じゃあ皆さん、福島でお会いしましょう。勢いですね、高速道路を通っていくんで、あの無理無理、気づかん。あのストーリー開けるんで無理無理。これだったら分かるっすよ、まだ。このハイラックスだったら。あ、まあ、これ分かったもん、だって。バレたもん。これでこのバイクだったらもう完璧にもう、
バレバレ、あいつやん。で行くんで、もしあのね、パーキングで見つけたら声かけてください。多分まあ今日の夜12時ぐらいに、12時前かなぐらい出るんで、朝6時に長崎、どこかやね、名古屋、名古屋、名古屋辺を走ってると思います。高速ね、しかも、うん、高速上。じゃあ皆さん、福島でお会いしましょう。